皆さんこんばんは、ヒロインアンセムゼロの続きやっていきたいと思います。いよいよ鬼嫁とのご対面ですね。気を引き締めていきましょう。おっと何かあったみたいですよ。ワインか。来るな。警備が。この声は。ベイカー、くたばれー。待て、俺はベイカーじゃないよ。どうせお前もあいつの肩を持つんだろ。一緒に死ねー。違う、何が起きているかも知らないんだ。私の怒りをくらえ。と、いきなりバトルになりました。これは無実だ。あ、今英雄の印が。受けて。倒した。回復。いや、嫁さん強すぎです。ここで妹登場。ちょっと奥さんが正気を取り戻し始めましたよ。妹には弱いらしいですね。よいしょ、すごい筋肉質ですね。どうやらデブゴに騙されたらしいです。五色で嫁さんと戦うことになろうと。強かったですね。言葉を滑らしそうです。あの鬼ご本と。そう、何があったんでしょうかね。女性にちょっかいも出してない。女性にちょっかい出したらもう不倫ですからね。あいつのあれを引っこ抜く。今日は愛のブンブン。愛のブンブンって何でしょう。持ってないから。の品ですね。リーダーは何も話してくれてなかったようです。ちょっと可愛らしい感じに照れましたね。奥さんが大人の目を盗んではノニレの丘を越えてウザート星山へ冒険してた。ある日風習の崖一帯で奇妙な人に出会った。棒ハンマーを持ち、マントを羽織った戦士で、ある角度から見た横側がうちのベベに似ていた。これベベってことはベイカーさんですかね。その人がどうしたと私を攻撃してきたの。命知らずですね。そしてどうやら立ち入り禁止区域にリエさん入ってったみたいですね。奥さんがずっと戦ったと。最終的にやられちゃったらしいですね。で遅く帰ってすごく怒られて、女にいても信じてくれなかったと。でそいつを追いかれた時持ってたハンマーは確かミョルニルハンマー、一生支え証にしようと。ミョルニルハンマーってなんか神のあれじゃないの。ハンマーをなくした。これは急がないとベイカーさん死んじゃいますよ。家を出るときは絶対ハンマーを忘れない。さっきサンドに戻ってきたときは私に愛のブンブンをしなかった。だから腰にかけたりないと。そして今ベイカーさんの灯火がもうちょっとでつきそうになってますね。耳引きちぎられちゃいますね。
ところどころこう出れてきますね、この奥さん。重力豪雨です。ああ、僕の暖かな風。まだ僕のじゃないんですけどね、ジョシュアさん。に頼まれたと。だからリーダーすごく緊張してるみたいですね。あなたが傷つくのを恐れて。まあいいですね、こうやって。ここで何も知らない妹が援護してくれてますね。で、結局ワインが探しに行くことになりそうです。リーダーの命も保証できないと。おっと、ジョシュア何女巨人とか言ってた。殺されちゃいますよ、全く。歌ったの何だって。よく聞こえなかったけどって。危ない、口は災いのもとって言いますからね。はいはい、とりあえず早く見つけに行きましょうってことですね。命が惜しくないのか。アンゴラの星がもう少しでウザートに落ちるところだったぞ。確かにあんだけこう走ってきて、さっきぜいぜい言ってた男の方が勝てるかどうかっつったらちょっと厳しいかもしれないですね。ということでセーブします。もう一回戦いたくないので。ではハンマー探しに行きます。ここら辺はやってたのでね、ハンマーがどこにあるかは分かっていますので、さあ行きましょう。ガンガン行きましょう。あ、これ蹴れるんじゃないの。あれ、殴っちゃった。はい、おーおー、なんか変な音しましたね。はい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 、こういった上も登れるみたいですね、こうやってね。外出ます。さてハンマーをと。そう、リーダーの報告が終わってもハンマーを見つけられたリーダーがやばいと。リーダーの命は私たちにかかってます。さあ速攻で見つけましょう。っていうかさっき落ちてたんですけれどね、フラグが立ってないから何もできなかったんでしょうね。精霊の勘が。勘も何もなく、そう、先ほど通った時にですね、あのハンマー落ちてたんですね、実は。そして妖精に引き上げさせようとして、またコントが始まります。こういう感じなストーリーの中にこう必要だったやり取りなのかどうかわからないですが、ありますね。さあ、愛のブンブン手に入れました。急いで、奥さんの元に戻りましょうかね、ベイカーさんの。あなたが握っているのはリーダーの命の棒だよって。命の棒って。
命の棒って言われたのがちょっと気持ち悪いですね。確かにリーダーの命の棒を握ってる。妖精さんもさすが女の子ですからね。一応変なもん想像してしまったようですね。リーダーの汚物になっちゃったよ、かわいそうに。持ってみるか、リーダーの命の方。はい、ということでリーダーの命の方をもとい愛の部分ですね、見つけましたので、リエラさんの元へ届けたいと思います。本当にね、会話シーンとイベントシーンが多いんですよね。神殿まで行けばよかったんだけど、確か急ぎますよ。はい、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 リエラさんに会いましたね。羨ましい、なんでしょうかね。と交流しました。あとこれ和平交渉に入りましたね。この思い出の人を大事にしてるんですと。でも真理だろうと。多分ナエルちゃん自身に裏表がないんでしょうね。なんかハートマークついてますね。愛の部分が戻ったからですね。これで無事ベイカーさんの命は救われましたね。よりも恋の典型、ジョシュア・ウツ・レヘムとの。何があって、ウッディおばあちゃんですね、この謎の老婦人。明日ウザートからナイルは離れるみたいですね。どうやらナイルちゃんは天衆聖女っていうらしいですね。この里の神聖な儀式のあれみたいですね。で、明日フサルハイムに向けて出発すると。そしてこのおばあちゃんのこう昔話がちょろっとこう始まるわけですね。どうやらこの老婦人も選ばれたらしいですね、ウッディさんもね。里の不天天衆聖女になった時ですね。ついた国鉄の精霊が建てた、そんな精霊もいるみたいですね。で、どうやらトラシルの神殿で49日間身を清めるらしいですね。前回の終焉発生後、天衆が大会を49日漂ったというっていう。終焉ってもう終わっちゃったってこと？19日が過ぎると我らは神霊の祝福に満ちる、神に仕えるその体で満月のようにと舞い踊り神を喜ばせる、それを夜明けまで続けるのじゃと。そんな大役にこのナイルちゃんが選ばれたってことですね。さあ、ワイン君が話を切ってくれて助かりましたね。そう、酒場があるってことで、ここでまたすごく長いイベントが発生しますので、まあどうしようかな。言葉
葉だけは自分でちょろっと話しながら、口が追いつけばですけどね、やりましょうかね。とりあえずこれから酒場に向かいます。妖精はお酒強いらしいですよ、妖精ちゃんもね。で、この正体で酒好きなのはリーダーだけじゃないと。どうやら光景ですね。この体の中に男が住んでいるんだ。確かにちょくちょくこう出てきますね、こういった感じの。うるさい、飲みに行くぞみたいな。じゃあ酒場に行きます。ここからちょっと2曲ほど長い歌があったかな、確か。から先はこうさ、こういう BGM とかに癒されながらですね、聞いていただければなと思いますので。どうしてこんなに賑やかなんですか？あそこに吟遊詩人がいるみたいだよ。行ってみよう。よっしゃよっしゃ、せっかく里に吟遊詩人がいるんだからな。イエーイ。お酒を飲む前からテンション上げないでくれ。ということで吟遊詩人がこういらっしゃいますね。これまた可愛らしい女の子たちが。アンゴラの西の辺境を守るウザートの森の番人の皆さん、元気ですか？初めてウザートの神が見守る地を訪れました。ワイン、あの子は私たちがサンセットバレーで会ったあのチビと同じで鮮やかな赤毛だよ。ケットシーですかね。一体何の資格があってチビ呼ばわりするんだ。クソ。私たちは雪降らぬ場所から来た吟遊詩人。ジェーンさんですね、この赤毛の女の子が。もうすぐアンゴラの天秋祭が開催され、各地で神に選ばれた天秋聖女が王都へ向かいます。ウザートの聖女を祝福し、酒場にいらっしゃる方々のために歌を捧げましょう。ということで歌を捧げてくれるみたいです。故郷の羊飼いの歌。ナイル、お前に歌うようだぞ。そうですね、天秋聖女に向けてですからね、ナイルに向かって。まあ、ナイルが天秋聖女って知らないかもしれない。本当だ。ごゆっくりお楽しみください。私たちの歌声が気に入ったらチップを出し惜しみしないでほしいにゃ。ということで、こう歌が始まります。伝説によると千万年にの肥沃な土地ではかな、生活が豊かで、伝説によると千万年前の神殿では神々が見守っていた。ところが裕福は人々を傲慢にし、ところが貪欲は人々の心を堕落させた。そうしてみだらな欲望のまま邪念に満ちた。神の言葉を忘れ、神の教えを拒絶した。邪霊は支援をよりどころに人の腐敗した心に宿り、魔の群れは罪悪をよりどころに大地の神王にはびこる。邪神は先決をもって思うがまま天空に悲劇を描き、邪神は骸骨をもって残酷な死の大地をなす。うー、哀れな人々よ。うー、彼らの命が残る火のように無情かつ容易に消える。神は大地を諦めず、彼を信じる人々を選んだ。神は人々を諦めず、人間の救世主を示した。世界を変える角笛を吹き、神々から賜りし長剣を手に、体に食材の烙印を押され、神のメッセージと神と同列の大軍を率いる。邪神とその全ての人を討つ。今
トンの境で武器を構え交え、最後の黄昏で調和色を独占し、魔の群れを消し、果てしなき波の中で滅する。邪神は降伏し、底知れぬ暗き溝に封印される。人々は苦しみから解放され、傷ついた土地で暮らし始める。だがそれだけで終わらず、神々は審判を下した。救世主は神に祈り、耐え忍びて天衆を作り、千の鳥と万の獣を集め、それぞれ七組のつがいを乗せた。神は聖山に急に雨を降らせ、大雨は日夜降り続けた。人はしばしば厳しい現実を直視せず、気づいた時にはすでに遅かった。ちっぽけで無力な自分が神に懺悔して何になる。あらゆる歴史の痕跡を水没させて破壊し、すべてを始まりの虚無へと返す。罪と悪、善と美、その全てにより洪水が教会を流し去り、全てがまた静寂に帰った。神に見放された世界に別れをつけ、救世主の作りし天衆は果てしなき大海に漂った。船の下の大海は世の中の心が見える鏡のように穏やかだった。故郷のかつての栄光は夢のように変わる。もしかすると全てが幻だったのでは。かのようにたくましくても、この気持ちや景色を前にすると心が痛み、心を貫く。絶望と果てしない孤独は牢獄のように彼を苦しめた。残った日々は苦難と次第に崩壊していく信仰だけだった。神よ、これがあなたの望む世界か。救世主は声が枯れるほど叫んだ。死後は神の許しを望まず、死後は神に贖罪を求めなかった。神々は導くことをせず、彼の呼びかけに応えることはなかった。天衆は港に寄らず、無数の冷たい波風を越えるだけだった。天衆は港に寄らず、49日の生き返る風や雨をなの。救世主の言葉は神を罵倒しなくなった。救世主の心は神への配信をしなくなった。神はいよいよ、いよいよ救世主の呼びかけを耳にし、雲の海の中にトラシルの丘を見つけた。終焉後のトラシルの丘を見つけた。神が信仰者に恵みを与えると洪水が収まり、神が信仰者に恵みを与えると山頂に緑が芽吹き、神が信仰者に恵みを与えると天衆の中から大木が空高くそびえた。天にも届く巨大な木がたくさんの妖精を育み、大地を再生し、で道を再建する修正書。妖精と人間は互いを誇れる新世界を共に築いた。しかし人は忘れやすく弱き心を持つ。生存者の子孫たちは支援と貪欲の果実を再び拾い、背負っている先祖の過去の無知と罪悪を次第に忘れた。相変わらず教えをおろそかに、導きをおろそかに。再びあの神を裏切る不徳の道を歩み、再び前の失敗を繰り返し、再びこの神々の承諾した大地で再び勝手な行いをする。先駆者たちが懸念していたとして、誰がそれをわかるだろうか。神の裁きが再び臭くなるとして、誰がそれを気にするだろうか。時は流れ、瞬く間に無数の年が過ぎた。再建された新たな世界、どのような物語に発展するのか。では少し休憩して、次の演目は、古の人間の王と妖精の愛の物語です。後半の演目にご期待ください。はあ、こんな物語だったのか。ということですね。長かったんですけれども、もう一幕あるそうですね。自分もちょっと口が回らなかったですね。彼女たちが歌ったのは天衆の伝説で、この物語はフサルハイムでは誰もが知っている物語だ。みたいですね。ウザートでは聞いたことないのか。ちょっと壮大すぎて自分は頭の中に入ってきてないですね。いつもこの歴史の話になるとお兄ちゃんは寝てしまいますから。バカワインは脳筋野郎だからな。
はいはい、発育不良の誰かさんよりマシだよ。なんだと、しばけさくら。来いよ、やれるもんならやってみな。二人ともまた喧嘩しないの。お兄ちゃんいつも守りやお姉ちゃんをからかわないの。うん、分かったよ。さすがにワイもやっぱ妹には弱いですね。お姉ちゃんは、ナイルの顔に免じて。これでこそ家族ですよ。あ、しまった、今日ジョシュア兄さんが来ていることまだおばあちゃんに言ってない。おお、完全に忘れてた。おばあちゃんに言ってないみたい。それなら銀融詩人が休憩している間に一旦戻るか。全速前進。では今度はサリムの家の方に戻りたいと思います。なんかお姉ちゃんが腰振ってるっていうか、あれですね、キャバクラみたいな感じになってますけど、キャバクラでもあそこまでいかないな。さてではちょっとこの後ですね、イベントがまた発生してしまいますので、ちょっとですね、神殿の方のセーブポイントでセーブして今回は終わりにしたいと思います。なかなかね、霧のいいところでセーブができないんですよね。あれ、イベントが発生しちゃった。ベイカーさん、さっきまでの兜かぶってたんですけれども、やっぱり顔イケメンですね。ただ奥さんの前にして片膝をついております。もう警備の方ももうなっつったらいいかって、もう笑うしかないって。助け船登場です。こいつが思い出しは全く気にしないって考えると、リーダーがバルハナで戦を止めと仲良くなったら嫌だろうということで、奥さんはハッとなったようですね。あいつらが必死で命をしなかったらこんな思いで済まなかったら、一体どんな目にあったんでしょうか。また膝つくことですか。ベイカーさん、完全に嫁の尻に惹かれてますね。女王様になっちゃいましたよ。一家の禁酒を命じられましたけど、女王様、俺はライフポーションだ、俺のライフポーションだ、これからどうやって生きていけばいいんだ、やれやれだぜということでライフポーションらしいです。そしてなんと1日にしようとこう言ってるんですけど、ちゃんと従った方がいいですね。半月になっちゃいますので。どんだけお酒好きなんですかね。まあ、ライフポーションっていうぐらいですからね。行ったかさすがに警備の人が笑いをこらえるのに必死だったようですね。リーダーは心の中に3日も酒が飲めないなら殺された方がマシだって思ってるんじゃない。どうやら同じ酒豪同士、気持ちが分かるようですね。で、どうやら前回リーダー禁酒食らった時は歩く姿がゾンビだったみたいですね。ということで終わったところでセーブしましょうね。はい、ばあちゃんも喜ぶぞってところで今回は終わりにしたいと思います。また次回お楽しみに。さよなら。